ガキンチョがこんなとこに。ここは男の現場じゃ。怪我しないうちに出てけ。いい加減にしなさい。みんな迷惑してるでしょ。本気で怒るわよ。お親方のわしが現場放り出せんのじゃ。カニやで覚悟せや。ワイリー博士の言ったことは本当なんすね。暴れるのやめなさい。出ないとお仕置きよ。コヘ姉さん怖いっす。そうやって暴れ回ってるっすね。オイラが姉さんを止めて元に戻すっすよ。チョキ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 。上等で。レディワーニング。そんなかー、ロールの姉子じゃねえか。いつ見ても色っぺえねー。やだもう、ボンバーマンたら正直なんだから。でも暴れるなら手加減しないわよ。え、あ、ちょたま、体が勝手に、ちくしょうめ。泣きべそかくなよ。やっ、そりゃ。カチンコチンであります。レディできたぜ。しに来たんなら俺っちに手伝わせてくんねえかな。いらないわよ。それよりこんなことしてるとあんた帰っても1週間油抜きですからね。ようよう映らねえな。じゃあ日焼け止めに自慢のオイル食らわしてやっかな。へえ、ショータイムだぜ。やっほー。しびれるがいい。Bye!
100万ボルトよりもしびれるよ。よかった、いつも通りのエレキマンよね。さあ今度は君がしびれる番だよ。最高のボルテージまで上り詰めよう。美しく死になさい。時は満ちた。レディだ。待ちくたびれた。女の子はね、準備に時間がかかるものなの。そんなことも知らないなんて、子どもね。自分勝手なやつだ。